このメニュー。オリジナルアニメ、群青のファンファーレ、1話が、放映されたのでレビューします。ちなみに馬です。あらすじ。人気男性アイドルグループだった、アリ、ムロユーは、アイドルを引退して競馬学校に入学する。ユーは、マスゴミに追いかけ回されたり、他のクラスメイトに迫害視されつつも、不思議な少年、風波俊との出会いや、馬に乗ることの楽しさを知り、狭き門を、さらに厳しい騎手課程に挑むこととなる。ユーと、俊って優秀、つまり特に優れた競走馬。または優秀なこと、優秀な人やもの、大きなレースである日本ダービーは東京優秀、オークスは優秀牝馬、と、重要なワードになってますね。とりあえず、大雑把に売りとなる部分を語っていきましょうか。JRA が結構ガチで、競馬ファン増やすために投資している。コラボも多いよ。前身の CM 企画として、アニプレ JRA であったのよね。競馬サンディモデル、モーション協力に、光栄テクモゲームス、がクレジットされてる。制作委員会にも入ってるね。ウィニングポストやチャンピオンジョッキーのような競馬芸を出してるところよね。この辺もあって、馬、の作画はめちゃくちゃ良いです。騎手視点も馬の挙動も、なんかすごくいい印象です。アバンタイトルで名馬ネタやるようで、第1話では、オグリキャップが紹介されてました。制作会社のレイデュースは、ポンズから分離した会社で、FGO の特番アニメとか、リリスパとか作ってますね。作画はめちゃくちゃ良いわね。リアル男性アイドルグループの JOI を起用していて、オープニング、エンディングを歌ったり、劇中キャラにも参加している。こっちは、新しいファンを取り込むための展開というところね。ちょっと優秀コンビの、距離感が近い意味深だったり、逃げた馬を二人乗りで追うとか、乙女芸っぽい超展開はあるけど、アイドルから騎手を目指すという、ドラマの軸は打ち出されてるから、数多いキャラたちのドラマを掘り下げつつ、馬、にどう絡めていくかかな。個人的評価としては、結構楽しみ、ってところだね。近年の展開としては、馬娘としての比較もあるわね。ゆうくんが電車乗ってるところ、馬娘一期のスペちゃんを思い出したのはここだけの話。まあスペシャルウィーク。馬娘だと天海遥か山賊だから忘れがちだけど、あの馬、血統すごいからね。馬娘は、良くも悪くも、競馬部分を徒競走、マラソンに置換してるからね。その兼ね合いで、馬娘は、騎手の設定なんかは、トレーナーに統合されてる傾向があるね。漫画、シンデレラグレーの、スーパークリークのトレーナーさんみたいな。一方で、軍夫は、騎手を目指す競馬学校という、過酷な狭き門に焦点が当たってて、ここがポイントになるのかな。元アイドル上がりで、競馬学校を辞めて戻ってくることを要求する人が多いってのも、騎手になる過酷さのエッセンスかも。競馬コンテンツとして盛り上げていくために、なりふり構わない JRA の方針が見えるわね。総評としては、ちょっと乙女芸っぽいノリだけど、馬のモデルが見てて楽しい、JRA の競馬大馬らしいノリ。でも JRA の競馬大馬好きなので、こういう方面で盛り上げていくのは、大いに賛成ですね。今期応援したいアニメの一つです。以上です。ご視聴ありがとうございました。